アイナ、一体どこに。このお話、なんだか素敵だね。ねえ兄さん、またアイナにこの本を読んでね。アイナ、頑張るから。約束だよ、兄さん。ああ。これは。アイナ、よかった、戻ってきたのか。動けるのか。もしかしてお前、アイダが。違う。お前はアイナを意識不明にしただけでなく、俺から何もかも奪っていくのか。もう時間がないんだ。最後の手段。いや、初めからこれしかなかったのか。君たちに集まってもらったのは他でもない、運命の預言者フィドヘルの預言のことだ。そう、その預言のことだけれど、気にかかる点があるの。それはこの予言が特定の人物を指し示しているという点なの。これを見て。その左腕には異形の鍵、その右腕には黄昏の鍵、ついの名に最短の波頭、光となりて世界を満たす。そうは、新たなる神々の黄昏を招くものなり。破壊者にして創造者、そして巨大なる影の蹄の音とともに。ああ、小さき者の視野。その左腕には異形の鍵を、その右腕には黄昏の鍵を。この「祖」という部分、こう解釈できないかしら。左腕にアイダを封印し、碑文をも宿した男。オーバンのことか。なるほどね。じゃあ祖は新たなる神々の黄昏を招くものなり、
ていうのは、オーバンが新たなる神々の黄昏を招くものってことになるな。神々の黄昏って、本来は神話における神々の最終戦争、神代の終末の日のことだね。オーバンが終末の日を招くってことか。これ以上の奥断はすべきではない。なあ、なんだかこんがらがってきたな。俺たちどうすればいい？アイダの影には常にオーバンがいた。俺はあいつを追うべきだと思う。オーバンが全てを解決する鍵だ。確かに。なんだ？オーバン。いや、非分使い全員が改元したな。長かった。全部あんたの思惑通りってわけか。そんなことはない。全ては偶然と必然の積み重ね。話したいことがたくさんあるようだな。シグマサーバー、ボーガなる罪とがの意訳、そこからエリアハッキングでアウターダンジョンに来るといい。そこで俺の真実を語ろう。それはお前の真実でもある、ハセオ。シグマサーバー、ボーガなる罪とがの意訳。私が同行しよう。カオスゲート前で待っている。準備を整えてきたまえ。ああ、今度こそ真実を掴んでやる。どこだ、ここ？まさか、ここは創造主の部屋だよ。あ、オーバン！少女の幽霊、どうしてここに？ここはな、ハセオ、偉大なクリエイターがザ・ワールドに残したブラックボックスの一部だ。知識の蛇さえこのエリアの存在を知ることはできない。ここには神作りの物語、ザ・ワールドの英知のすべてがある。それはまさか黄昏の秘文？ごたくはもうたくさんだ。未帰還者を、死のを治す方法をあんたは知ってるのか？方法？未帰還者を元に戻す？何がおかしい？なすこと自体は簡単なんだよ、ハセオ。だがそれを元に戻すことはとても難しい。わかりやすいように例えてあげよう。一度混ざってしまった紅茶とミルクを君ならどんな風に分離する？できはしない。そもそも分離する必要がない。てめえ。だが思い出せ、ハセオ。アイダサーバーを抜け出した時、アイダサーバーの元凶を退けた時、
未帰還者たちの意識が戻ったことを。俺を倒せば万に一つの確率でシノの意識が戻るかもしれないな。もっともあくまで万に一つ。確証などどこにもありはしないがな。オーバン、てめえ。さあ、俺を倒せ、ハセオ。そしてお前の真実を奪い返すがいい。くぅー、かかってきやがれ。まだだ、まだ足りない。どうしたハセオ、お前の力はそんなものか。俺を倒せ、喰らえ、引き裂け。八層のうち七つまでもの力を喰らったお前のアバター。真に成長したお前の死神で俺を倒してみせろ。今度こそ二度と復活せぬように、シノを取り戻すために。俺を喰らい尽くしてみろ。来たれ、タイタンコルベニク。はなんだな、オーバン。分かったよ、やってやるよ。それが望みだってんだな。それであんたの望みが叶うなら、奪い返すがいい。
What?
これでいい。ああ、最短が、希望の力が、ついの波、最短の波頭、死の恐怖を鍵とし、最短を発動させること、それが目的だったのか、オーバー。お前の推測はいつも遠くて近いな、ヤタ。じゃあ何が目的だったんだ。俺の目的は未帰還者になった妹を救うこと。妹？アイナは実の妹だ。おそらくは最初の未帰還者。この腕に宿る愛だが、俺が手にかけてしまった。俺は黄昏の旅団を作り、アイナを救う方法を探した。しかしシノもまた、最短の真の力とは、創造主がザ・ワールドに残した安全装置、いわば初期化プログラムだ。そしてそれは真に覚醒した死の恐怖によってのみ発動する。俺の。そして俺は今その力を全ネットに解放する。ちょっと待てよ。それじゃあネットワーク全体を初期化することに。ではネットワーク全体に潜む間をどう排除する。それは、これは賭け。しかし賭けるだけの価値はある賭けだ。賭けるのがあんた自身であったとしてもか。ああ誰かを頼らなかった。どうして俺を信じてくれなかった。どうして。信じていたさ。だからこそお前を選び、見守り、育てた。お前はよく答えてくれた。ありがとう、ハセオ。最後に綺麗事言ってまとめたつもりになってんじゃねえ。こんなギリギリになってどうしようもない状態になって、あんたのせいでどれだけの人間が傷ついたと思う。悲しいんだと、苦しいんだと思う。たくさんの人を踏みつけにして自分だけが幸せになれる権利なんか誰にもありはしない。誰だって悲しいんだ、誰だって苦しいんだ。目を背けたくなるような現実があるんだ。あんたは特別なんかじゃないんだ、オーバー。ふん、人の思いは全て特別さ。それがどんなに矮小であろうと、崇高であろうと、違いなどありはしない。ハセオ、最後にいいことを教えよう。俺はキー・オブ・ザ・トワイライトを見つけた。え？それは真実に至るしるべだ。八層の碑文こそが俺にとってのキー・オブ・ザ・トワイライトだった。あんたにとっての。そう、一つの事実に対して真実が複数存在するのと同じように、それは思いの数だけ存在する。
じゃあキーオブザトワイライトっていうのは。青い鳥のようなものかな。聞こえる。目覚めの序曲だ。最短が発動する。目覚めろアイナ、今こそお前は自由になるんだ。うわに、さあ